はいどうも、メヘロジさんです。おはようございます。昨日ライブ配信ありがとうございました。多い時30人ぐらい来てくれてましたかね。YouTube、TikTok 合わせて。はい。で、まあ、会いたいですとか、まあ、いろいろいただいてですね、5万円でございます。まあ、最後の方ちょっとね、だれたと思ってるんですけども、まあ、そんな日もありますというところですね。で、来週6、7、8は、ちょっと配信頻度落ちますけども、よろしくお願いしますというところですね。まあ、7月8日の土曜日に関しては、正直なところ、夕方の6時ぐらいからやったらね、ライブ配信できるんですけども、それはまあ、言うたら、希望者、がいればっていう感じですかね。はい。で、まあ、ツイッター上でね、結構ニュースになってるんですけども、フランスの暴動が全然収まりませんっていうことなんですね。で、まあ、言ったらきっかけは、移民系の方とのトラブルが原因なんですけども、それがめちゃめちゃ広まってまして、なんか本当にもう、そこらかしこの、都市がですね、暴動起きてるっていう状態みたいなんですけども、それはテレビでされてませんというところ、日本のテレビではね、されてませんっていう状況らしいんです。で、まあ、個人的にはその移民政策をね、欧米が失敗している中で日本の移民政策を進めるっていうのはいかがなものかと思ってて、まあそういう事態をね横目で見ながら、じゃあ日本としてどうしたらいいのか。まあそもそもね、日本の人口増えすぎ問題あるんですよ。江戸時代は4000万人ぐらいでしたから、実際それぐらいで生活してもいいんじゃねえの。日本と言うたら土地面積が同じぐらいのスウェーデンとかでも900万人で住んでるわけですよね。なので、まあ、今の人口がバンバン減ればいいわっていうのは、まあ、国力の低下につながるんで、それはちょっと違うんですけども、移民を入れてどうのこうのっていうには、やっぱ島国ですし、全然その言語が違うわけじゃないですか。まあ、イギリスはね、まあ、結構、移民いますけども、それは、言うたら、まあ、大英帝国の名残で、英語圏の国が多いから、言葉も通じるしっていうことですよ。まあ、フランスもそうですね、結局。南じゃない、北アフリカは、フランス語の国も結構多かったので、まあ言うたらそういう風に行きやすいっていうのがあってあれなんですけども、言葉も違う。で、言うたらまあ言葉が違うっていうだけでだいぶハードル高いと思うんですよ。で、それをですね、踏まえた上で、まあ言うたら、欧米の移民政策、まあアメリカは違いますけども、少なくとも、フランスのそのまあ言うたら今回の暴動とかを見てると、いや、やっぱり移民を入れるのは良くないよっていうような流れになる可能性もあると思ってるんですよ。別に差別とかじゃなくて、言うたらまあ移民、言うたらまあ経済困窮してる移民を入れる分には、まあ一定の理解はあったとしても、じゃあ今住んでる人たちはどうなるんだっていうことだと思うんですよね。暴行が起きたり、まああるいはその社会福祉のただ乗りですよね。そういうのがあったりとかするんで、実際には移民が来たら労働力が増えるぜっていうような、まあ期待もあったんですけども、実際そんなことはなくて、現地の人の仕事を奪うであるとか、あるいは、言うたらまあ社会福祉にただ乗りするような人がめちゃめちゃ多いというところなんですね。で、ツイッターの映像で見たんですけども、移民してくるほとんどが若い男性だと、ばっかりなんですよ。女性、子供老人がいないというような状態であれば、なんかそれは本当に、言うたらまあこっち来て何すんねんっていうような話もなってくるしと、家族で移民してくるわけではないんでみたいなところがまたも変な話で、じゃあそういう形で、まあ、なんですかね、まあ、シリア系の移民もそうなんですけども、言うたらドイツに受け入れるとか言っても、結局現地住民とのその摩擦、っていうのが、まあ、一定あったりとか、もうその文化を丸ごと持ってくるっていうようなことにして、まあ、言ったらちっちゃい国みたいな形で、自治区みたいな形で作ってしまうんですよね。で、それによる治安の悪化とか、そういうのがもう言うたら如実に出てますというところなので、まあ、それを、どう捉えるかっていうところだと思うんですけども、おじさん的には、もうそれやったらもう移民やめた方がええやんっていうのが、おじさんの個人的意見です。はい。なので、まあ、できるだけですね、そういうところはちゃんと議題に挙げてですね、おそらくこういうところ、移民政策反対を取ってるのは保守系の政党だと思ってるので、そういったところにですね、おじさんは、まあ、言うたら、おすすめというか、投票というか、まあ、そんな感じでするかもな、というところでございます。はい。まあ、これがテレビで流れてないっていうことが、ちょっと、テレビ局的にはどうなんだと思うんですけどもね。ただ、やっぱり LGBT であったり、移民であったり、そういうところを配慮しないといけないっていうような、謎の、コンプラっていうんですかね。そういうのは事実は事実として、出した方がいいと思うんですけどね。その、LGBTQ もだいぶその闇の部分というか、その悪用する人いないでしょっていう法整備なんですけども。
悪用する人じゃんじゃん出てきてますし、稲田さんが結構 LGBTQ、まあ、ね、推進派だったと思うんですけども、福井の方で、その稲田さんを、言うたら、まあ、下ろそうぜみたいな、言うたらデモが起こってるみたいな、なんかそんな、報道もツイッター上で上がってて、僕どっちかというともうテレビよりもツイッターとか、一時情報が、あって、写真があってっていう方を信じてしまうので、もうそういう意味では、まあ、僕自身もなんかちょっと偏ってるっちゃ偏ってるんですけども、まあ、でもそういうのも一意見としてあるよということはちょっとまあお伝えしたいなというところでございます。以上です。